はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回のドラマ JG 趣味を兼ねまして北海道旭川市から秋田に旅行に行った動画のパート1です。皆さん、秋田行ったことありますか？私は一度行ったことがあります。その時は秋田市内に宿泊しまして、田沢湖や乳頭温泉に行きました。秋田旅行パート1の動画では、北海道旭川市から JR 並びに日本航空を利用して秋田に行きました。その後、秋田グルメの横手焼きそばを食べたり、角館の武家屋敷に行きました。夜は秋田市の歓楽街川端で秋田の郷土料理のお店や秋田美熟女のお店などを紹介した動画になります。 4K 映像かつ二重原稿の字幕を歯車マックから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。今回旅行しました秋田の場所ですが、羽田空港から約 707km、 新千歳空港から約 383km の場所にあります。私は過去に沖縄県久米島を旅行した模様の動画を作成しております。それ以外にはベトナムのホーチミンやハノイを旅行した動画なども作成しております。ぜひこちらの動画も視聴いただければと思います。秋田駅の飛行機に乗るため、北海道旭川市から新千歳空港まで約 181km を移動しております。今回の旅行の出発地点は北海道旭川市の JR 旭川駅です。この動画の撮影した時期が3月後半でしたが、まだ広場には雪がありました。 JR 旭川駅は新幹線の駅みたいでとても立派だと思います。右手に見えます大きなビルには JR 旭川というホテルとイオンモール旭川駅前があります。こちらには映画館もありますので、おじさんはよく出没しております。はい、 JR 旭川駅の中に入ってきました。右にはイオンモール旭川駅前の入り口があります。私は一方事前に購入しておりましたので、そのまま改札口に行きました。 JR 旭川駅のホームにはセブンイレブンの自動販売機がありまして、ドリンクだけでなく食べ物も販売しております。私は旭川駅20時ちょうど発の特急カムイに乗りました。私が乗りました特急カムイは予定通りに旭川駅を出発しました。旭川から札幌までの特急の模様はかなり省略しております。旭川駅を出発しまして約1時間30分で札幌駅に到着できました。私は札幌駅でこの日宿泊しましたホテルがあります千歳駅に行くため JR 千歳線に乗り換えました。これから21時51分発千歳空港行きの普通電車に乗り込もうと思います。札幌駅を出発しまして約50分で千歳駅到着できました。千歳駅からホテルまで約400m ありましたので、スーツケースを着ながら歩きました。私が千歳駅に到着したのが午後10時40分ぐらいでしたので、歩いている人が少なかったですね。奥に見えます青いイルミネーションのホテルが今回宿泊しましたクイーンズホテル千歳です。こちらのホテルは千歳の飲み屋街にも近い位置で便利だと思いました。そして部屋は綺麗でしたし、大浴場もありましたので、おすすめのホテルなんじゃないかなと思いました。私はこのホテルの1階にありましたどさんこキッチンゴリラという居酒屋で食事をしました。私はハイボールを飲みながら冷やしトマトと山形産黒毛和牛のユッケ焼き鳥を食べました。特にユッケはとろけるくらい美味しかったです。こちらのホテルでは新千歳空港まで無料で送迎してくれましたので利用させていただきました。新千歳空港を利用する乗客にとって無料で送迎してくれるのは嬉しいサービスだと思いました。ホテルから10分ぐらいで新千歳空港に到着することができました。この日新千歳空港は天気が良かったですね。はい、それでは新千歳空港の中に入っていこうと思います。新千歳空港とても広いので再生速度を上げて紹介しております。北海道の翼
ヤドゥのチェックインカウンターがありました。ここから全日空のチェックインカウンターがありました。結構並んでおりましたね。 ANA メインの保安検査場も混んでおりました。この辺りから日本航空 JAL のチェックインカウンターがありました。全日空よりも空いているように感じました。私が搭乗手続きをしました。ファーストクラスチェックインカウンターはここから少し歩きます。私はこちらでチェックインしました。保安検査を済ませて日本航空 JAL のラウンジに行きました。今回は右にありますダイヤモンドプレミアラウンジに行きました。私は何度も行っておりますが、航空感のあるラウンジだと思います。こちらでドリンクやスープ、おにぎり、パンなどを取って食べることができます。私は飛行機を眺めながら食べました。おにぎりも美味しかったですし、手前に見えます桜餅が大好きでおかわりして食べてしまいました。私は JAL のラウンジで朝ごはんを食べた後、19番搭乗口に向かいました。この日はコロナ前に戻っているんじゃないかなと思うくらい混んでおりました。はい、これから新千歳空港10時10分発秋田空港行き日本航空 JAL 2821便搭乗します。今回は飛行機がある場所までバスに乗って行きました。ボーディングブリッジでなかったのでバスに乗らないといけなかったのですが、飛行機を間近に見れるのはメリットだと思いました。私は階段に登って機内に入りました。私が今回座った座席は4の A でした。これから新千歳空港を離陸します。徐々に加速していきます。この機種であるエンブラエル170の離陸速度は時速約 270km だそうです。新千歳空港から日本航空 JAL 2821便秋田空港に向けて離陸しました。この便の運航は JAL グループの J エアです。今回登場しましたエンブラエル170は小型のジェット機で、座席数が76席、巡航速度が時速 800km、 航続距離が 2600km の飛行機だそうです。新千歳空港から秋田空港までの区間マイルは238マイルです。キロメートル表示で表しますと約 383km になります。この便は飛行時間が60分未満でしたので、ドリンクサービスがなく、その代わり飴を配っておりました。機内では日本航空 JAL の機内誌でありますスカイワードを見ておりました。2023年3月号では北海道中富良野町の記事がありました。私は過去にこちらの動画で富良野随一の観光スポットファーム富田やおすすめの富良野メロンを食べることができるお店などをバイクでツーリングしながら紹介しております。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひこちらの動画もご視聴いただければと思います。秋田空港到着まで15分ぐらいで、どこのスキー場か分かりませんでしたが、スキー場が見えました。立派なスキー場のようでしたので、今度秋田でも滑ってみたいと思いました。新千歳空港を出発しまして、フライト時間約50分で秋田空港に到着できました。前方の乗客から順に機内を出ました。この後手荷物受け取り所に向かいました。私はスーツケースを受け取って出口を出ました。到着ロビーで秋田の友達と合流しまして、車まで移動しました。この奥に駐車してありました友達の車に乗り込みました。私は今回横手焼きそばが食べたいとリクエストしておりましたので、秋田空港から最初に横手焼きそばの人気店に連れて行っていただきました。秋田空港から横手市までは約55キロの距離があります。それでは秋田空港出発します。
途中かなり省略しておりますが、約50分ぐらいで横手市内まで来ることができました。横手市は秋田県第2都市で人口が約8万1000人だそうです。横手焼きそば以外では冬に行われます雪祭りの玉倉が有名だそうです。横手市の中心部から約 4km、 車で10分ぐらいで元祖神谷焼きそば屋に到着できました。お店の中はかなり観光客で混み合っておりました。さすが人気店ですね。芸能人のサイン色紙や写真などが飾られておりました。このお店は1955年に創業し、50年以上続く横手焼きそば発祥のお店だそうです。左にメニューを載せております。いろいろな焼きそばのメニューがありましたが、一番人気のメニューは肉卵野菜焼きそばだそうです。ダブルサイズの量は並サイズの2倍、卵も2個だそうです。右に載せております焼きそばは、私が注文しました肉卵野菜焼きそば並サイズ750円、友達が注文しました肉卵焼きそば大サイズ1000円です。たくさん食べたい方は大サイズやダブルサイズを食べても良いと思いました。私が今回注文しました肉卵野菜焼きそば並サイズ750円です。麺は甘みがありましたね。焼きそばのソースはそんなに濃い味ではありませんでした。ですので好みでソースを追加したり、ニンニク胡椒をかけて食べると味変してとても美味しかったです。横手焼きそばを食べた後、秋田の有名な観光スポットであります角の館武家屋敷があります仙北市に行きました。横手市から仙北市までの距離は約 35km でした。この通りが角の館武家屋敷のメインストリートです。こちらには数軒の武家屋敷が残っているそうです。桜の時期は特に人気だそうです。私は今回河原岳の武家屋敷を見学しました。こちらは武家屋敷の案内板です。たくさん部屋がありました。こちらの部屋は綺麗な畳の部屋でした。そしてこちらの部屋にはひな人形が飾られておりました。英語でも説明しておりましたので、外国人の方でも理解できるんじゃないかなと思いました。こちらには立派な蔵もありましたね。四季折々で全く異なる景色を見ることができるようですので、違う時期にも行ってみたくなりました。こちらの秋田プリン亭は角の館武家屋敷で人気のプリン屋さんだそうです。一番人気はなめらかプリン430円だそうです。私もせっかくの機会でしたので、なめらかプリン430円を食べました。なめらかな舌触りで、どこか懐かしいプリンの味で美味しかったです。角の館武家屋敷に行った後、この日宿泊します天然温泉ホテル小町があります秋田市に向かいました。仙北市から秋田市までの距離は約 50km だそうです。ホテル小町の場所ですが、 JR 秋田駅から約 3.3km の場所にありました。国道13号線沿いにありましたので、車で行く場合には特に便利だと思いました。今秋田市内を走行しております。秋田市の人口は約30万人です。ちなみに北海道旭川市の人口は約32万2000人ですので、同じくらいの町なんでしょうかね。こちらを左折して国道13号線を走行しました。左側にニトリが見えましたら、右側にホテル小町がありました。ホテル小町は宿泊者もたくさんおりましたが、日帰り入浴のお客さんもたくさんいました。お風呂もたくさんありましたし、土日でも大人850円で入浴ができますので、人気なんじゃないかなと思いました。こちらではマッサージもできますし、レストランや休憩室などもあって充実していると思いました。私が今回利用した部屋は簡易個室のシングルルームです。日によって異なりますが、1泊3500円から利用することができます。天井が吹き抜けでしたが、カプセルホテルと違って鍵をかけることができるのがメリットだと思いました。そして宿泊者は隣に併設しておりますジョイヒットを無料で利用することができるんです。ジョイヒット24ライト秋田小町温泉でスタッフがいる時間であれば、小町温泉の宿泊者がジムを利用することができます。ただ運動着やシューズを持参しなければいけません。わしはホテルの温泉に入った後、秋田随一の歓楽街であります川端に行きました。川端の場所ですが、 JR 秋田駅から約 1.4km、 ホテル小町から約 2.1km の場所にありました。私はホ
ホテルからタクシーを利用して予約しておりましたお店に向かいました。左の店でしたが、タクシーが気づかず過ぎてしまいました。今回夕食を食べましたお店は国所北州です。このお店は創業して60年以上、秋田を代表する飲食店街川端に残る老舗料理店の一つだそうです。どの料理もおすすめだそうですが、手作りのきりたんぽを使ったきりたんぽ鍋が絶品だそうです。芸能人のサイン色紙や写真などもたくさん飾られておりました。こちらは単品メニューです。秋田の郷土料理のメニューもたくさんありました。私は秋田の名物料理をまとめて食べることができます郷土料理セット3850円と瓶ビール580円を注文しました。まず最初に出てきた料理はお通しです。バイカイとおひたし、どちらも美味しかったです。次に出てきた料理は秋田の郷土料理で、左からいぶりがっこ、ギバサ、トンブリです。いぶりがっこは甘じょっぱくてスモーキーな風味で美味しかったです。ギバサは赤もくらしいですが粘り気がすごかったですね。トンブリは畑のキャビアと呼ばれておりますので、プチプチしていて面白い食感でした。お刺身も新鮮で美味しかったです。ハタハタの一夜干しは香ばしかったですね。秋田の日本酒と会いました。最後に出てきた料理はこのお店の名物きりたんぽ鍋です。きりたんぽにセリやネギ、舞茸、鶏肉など具沢山で、つゆと具の旨味が溶け込んだきりたんぽ鍋、本当に美味しかったですね。まだきりたんぽ鍋を食べたことがない方は別のお店ですが、Amazon でも購入することができます。ぜひ一度秋田のきりたんぽ鍋食べてみてほしいですね。私は食事をした後、秋田随一の飲み屋街川端エリアをうろうろしておりました。この日歩いている人はそこまで多くなかったですね。川端の一番の目印になる場所は荒政酒造の看板のところだそうです。私もせっかくの機会でしたので、こちらで記念写真を撮らさせていただきました。私は秋田美人とお酒が飲みたいと思っておりましたので、秋田美熟女がたくさんいるという熟女クラブミセス R に行ってみました。さすがに動画を撮影することができませんでしたが、お店の中の写真も載せております。このお店のシステムですが、焼酎などの飲み放題で50分2800円から4800円でした。それに加えまして指名料や女性のドリンク代金がプラスされます。私がお邪魔した時間が午後10時くらいでしたが、お客さんが3人くらい、女性が30代から40代の女性が12名くらいおりました。写真を写すことができませんでしたが、秋田美人と言っても良いくらいの美人が何かいらっしゃいました。私に接客をしていただきました30代の女性もすごく綺麗な方でした。私は今回延長しませんでしたので、6500円ぐらいで秋田美人と楽しく飲むことができました。これで今回の動画は以上になります。秋田随一の飲み屋街川端の映像を見ていただきながらエンディングにさせていただきます。今回の動画は北海道旭川市から JR 並びに日本航空 JAL を利用して秋田旅行に行きました。秋田に着いてからは秋田名物横手焼きそばやきりたんぽ鍋を食べました。そして仙北市にあります角の盾武家屋敷を見学することもできました。秋田市内の泊まったホテルでは温泉だけでなくジムを利用することができましたので、旅行先でも運動することができました。最後に秋田随一の歓楽街川端で秋田美人と美味しいお酒を飲むことができましたので、おじさん秋田を満喫することができました。今後作成予定のパート2の動画では、絶景の露天風呂がありますホテルや青森名物グルメを食べた模様につきまして紹介したいと思っております。そちらの動画も作成した際にはぜひご覧いただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。おじさん川端で秋田美女とリベンジしたいな。